Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in once before. さあ皆様おはようございます。明るく楽しく元気よく本舗三重県でございます。本日も怒鳴りが成功でございます。本舗なんか様が僕の動画を見ていただいてこの怒鳴りの時にトラックに置いてある Bluetooth のソニーのスピーカーがビカビカ光ると言うておられましたね。もう確実に僕の今のおはようございますと本舗三重県でございますでビカビカビカって光ってるらしいですね。ってことは他にそのソニーの Bluetooth で僕の動画を見て聞いていただいてる方は同様にビカビカなってるんですね。なんか申し訳ない。これからもビカらしていかいきかんだビカらしていきたいと思います。ただいまですね、関西空港に向かっておりまして、本日は関西空港でお荷物を積みまして豊中行きになります。豊中大阪市内かの本着になります。本日も頑張っていきましょう。さあ関西空港到着でございますが、許可がまだ上がってないらしく待機してます。さあでは積み込み完了でございます。ちょうど9時20分ですね。出発でございます。今大阪高線を走ってるんですけどね、これやっぱし今更ですけど便利になりましたよね。堺線で乗り継いで環状入るんじゃなくてね、大阪高線から来てそのまま環状に入って池田森口方面に行けるっていうのはね、このこっから西千葉ジャンクション、こっからそこの環状までのこの道がね、この短い距離ですけども、この道ができたおかげでむちゃくちゃ時間の短縮になりますよね。この道は本当に便利ですね。この本当に短い道ですけどね、これはできてくれてよかった。本当にありがたい道でございます。さあ大阪中心部、大阪環状線でございます。さあでは納品に行ってまいりましょうか。精密機械なんでね、ただいまから納品するのは精密機械でございます。どこやったっけな。どこやったっけな。これ橋越えたっけな。橋を越えるか。うわむっちゃ出にくいな、ここ全然見えへんぞ。ちょうどカーブやん。行けた。さあ1軒目納品完了でございます。ご
希望の時間までに到着いたしました。さあバラすでって言うてたおっちゃん。木箱をね、中に精密機械が入ってる木箱を今からバラすんで、たくさんの人が待っておられましたね。さああと2件ですね。あと2件はね、時間指定がございませんので、まあのんびりというわけではないんですけどね、安全にあと2件終わらしたいと思います。さあ本日の本着すべて納品完了でございます。納品完了やけど全然来たことのないところです。今西淀川区、初め入ってきた時ここで合ってんのかなと思った。なんか工場の敷地内の道なんかなとか思った。違うかった、一般道やった。なんかでっかい工場の敷地内に間違えて入ってしまったんかなと思った。こんなとこあんねんや、西淀の大きな工場がいっぱい。さあお昼ご飯何しましょうかね。配達が終われば昼飯でございますよね。作業をする前に昼飯が食べたい。待ってくれた、すいません、ありがとうございます。せーん、こんなとこに神社あるんや。昼飯が何にしましょうかね。今日水買うの、水が持ってくるの忘れてしまったな。まあまあ何にしよっかって言ってもね、まあまあカップラーメン間違いないんですけど、カップラーメンにするか、おかゆさんみたいなやつにするか。さあ今日は久しぶりにお弁当が食べたくなってまいりました。大型車は満車状態。まあ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 、もうあれやったら無理やり止めて猛ダッシュでお弁当だけ買いに行きましょう。いつもの猛ダッシュで行くしかないな。お弁当にしよう、お弁当に。泉四つで食べてもいいんですけどね、さっき食べて作業なのか、さっき作業してからご飯なのかわからないんで、ちょっと本日はお弁当を買っていきたいと思います。あー、前に1台行ったな、前に1台行っちゃったな。これは止めれんな。さあ勝負の分かれ道、あ、そこ入った。なんで、どっちにしよう、どっちにしようかな。ここ、こっちか、こっち。失敗じゃん、失敗じゃん。うわ、向こう開いとった。あ、ここ開いてる、ラッキー、ラッキー。後ろが入ったら止まるよ。入った、よし、ラッキー。ゆっくりお弁当選べる。じゃあちょっとお弁当を購入してまいります。さあ関西空港到着でございます。よかったお弁当にしといて。本日はですね、作業が先ですね。作業をしてからの昼食になります。今日すごいな、この一般立ち入りがめちゃめちゃ並んでる。関西空港ね、すごい並んでる。これは時間かかりますよね。2台ずつしか入っていけないんでね。よし、では先作業してからお弁当をいただきましょうか。さあ飯前に作業一発頑張りますかね。本日の作業としてはですね、キャセイパシフィックに行きまして、お荷物を集荷してくるということですね。それが終わってからのお弁当タイムとなります。泉四つでね、お弁当を買ってきましたよ。うん。
さあ、とりあえずちょっとね、さっき作業をしてまいります。さあ、それでは作業終わりました。やっとお昼ご飯でございますよ。ラッキー。まあ、やっとってね、今大層に言いましたけど、作業はちょっとしかしておりません。4件分集荷しただけです。ただね、その4件分集荷してる間にですね、まあ、動画をですね、知ってくださってる方がいてまして、10トンのあれはどこになるかな、京都なのかな、のドライバーさん、女性ドライバーさん、美人さんです。美人さんの女性ドライバーさんにステッカーをお渡しいたしました。で、ちょっとテンションを上げております。またご視聴よろしくお願いいたします。緑色のトラックですね。まあ、会社名ちょっと言ったらあかんのかもしれないんで言わないですけども、明るい美人の女性のドライバーさんでございます。楽しかった。さあ、何を食べるかと言いますと、全然映ってないし、お弁当を買ってきました。お弁当を買ってきまして、どうしよっかな、どうしよっかな。あれなんですね、泉大津のパーキングエリア、パン売ってたやん。いや、スパン売ってたのは知ってたけど、あんだけもパンの量が多いとは思えへんかった。めちゃめちゃパン売ってた。でも僕のもうお口はお弁当やったんで、弁当を購入しました。これどっから取ったら一番ジャストフィッティングなんかな。悩む、こういう時悩む。こうなかな、これでいこうか。ちょっと見えてないところで醤油をつけさせていただきます。大阪人やな、醤油、醤油って言うんかな、ほんま醤油、醤油をつけまして、シール貼るのが邪魔くさいかな。いただきます。こんなお弁当です。いいでしょ、いいでしょ。何から行こう、迷う。タコさんウインナー、うんうんうん、うまい。昨日ね、晩ご飯トマトと生姜の甘酢つけたやつだけにしたんですよ。まあ、ちょっと乗せておきますね。これだけにしたんで、今めっちゃお腹減ってるんですよ。めっちゃうまい。うん。しかもなんかお母さんが作る味って書いてあった。ん？そんなん書いとったかな。昔懐かしいお母ちゃんの作ったって書いてある。やばいうまい。よく噛むようにしてるんです。全然噛んでないか。
うまいですね。うん。うまいって言ってへん。だし巻き卵？やっぱ唐揚げは最後まで残りますよね。この後ですね、まあ休憩して、1時間休憩して、また作業、まあ横持ちして、本日はね、泉大津でまた宵泉の予定です。うん。名古屋行きですね、明日は。名古屋市の某有名テーマパーク。久しぶりにお弁当美味しいな。もうない。もうない。残念。残念、もうない。ごちそうさまでした。はあ、このお弁当の寿命はたったの5分でした。よく噛んでるつもりやねんけどな。お弁当を食べた後のガシャガシャタイムでございます。山崎パン、ザクザククランチチョコレートケーキ。どんだけ食うねんっていう声が聞こえてきそうやけど、これぐらいはいけるでしょ。まっ。明日はですね、名古屋の予定でございます。また名古屋近辺の方いらっしゃいましたら、どうぞお声かけお願いいたします。さあ、昼から頑張りましょう。お疲れ様でございました。ありがとうございました。